東方神起ビギステーション。今日のお相手はチャンミンとユノとユシャ。いやーユシャ、いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。はい。なんかちょっと雰囲気が違う。どの違いますか、俊介と。まあ今あいい雰囲気が感じてます。俊介より俊介はどうだった。ちょっとうるさかったです。はい。はい、さてゴールデンウィークの真っ只中ですね。はい、真っ只中ですが、僕たち東方神起は目前に迫ったツアーの準備に追われてます。はい、やっぱりダンスが多くて、まあ、汗が止まりませんです。でもかっこよくなりそうです。皆さん期待してもう正直言えばですね、もうゴールデンウィークなので東方神起もちょっとだけは休みたいんですよね。あ、ちょっと休み時間があれば。やっぱりたくさんか。けどもうでもいいツアーのために頑張らなきゃいけないので、はい、もう頑張りましょう。はい、頑張ります。はい、もうさて今日の東方神起ビギステーションですが、前回募集した番組プチさんがたくさん届いています。ありがとうございます。番組の後半でどんどん紹介していきたいと思いますので、お楽しみに。お楽しみに。それでは東方神起ビギステーション、今日はこの曲からスタート。東方神起でジュージーラバーです。東方神起ビギステーション、東方神起ビギステーション、今日は私チャンミンとユノとユチョンでお送りしてます、はいはい、さて東方神起セカンドライブツアー2007 Five in the Black、 5月10日中野サンプラザから、サンプラザからスタートしますが、ここではこのツアーに寄せられたみんなからのメッセージを紹介しましょう、はい、さあユノから。はい、ここから、はい、ラジオネームカノさんのメールです。はい、東式の皆さん、アニョン、アニョン、アニョン、毎週楽しく聞いてるよ。はい、みんな日本語上手です。尊敬します。もうすぐツアーが始まりますが、はい、ツアー先で、うん、ツアー、これは必ず食べたいというものはありますか。あ、私の地元の滋賀県では、うん、近江牛という近江牛超美味しい牛肉があるので、はい、ぜひ食べてみてね。いやー、はい、ちなみにメンバーの中で一番食いしん坊なのは誰ですか。まあ、これはもうもちろんもうチャンミンですね。まあ、昔から決まってますか、はい、それチャンミンです。デビュー前から。そうですね、もうデビューした前はもう他の人よりも 2,3 倍ぐらい、はい、10倍食べられたんですけど、もう今はまあ、食べる時だけちょっと目がキラキラになって、はい、キラキラになってこっちも積極的になりますよ、はい、本当にああさて、もうそれもあるんじゃないですか。食べたい、食べたい、これは必ず食べたい。それ名前が何ですか。近江牛。近江牛、近江牛って近江牛は初めて聞きました、うん、絶対食べてみたいんですけど、絶対食べたいです。東方神起は全国を回りながらもういろんな食べ物をたくさん食べるんじゃないですか。あ、でもたくさん必ず食べるものがありますよ。あ、ちょっと札幌行くとき、ラムシャブ、ラムシャブ、はい、必ず食べます。僕はですね、たくさんあるの、名物じゃなくて、うん、ちょっと挑戦してみたい食べ物なんですけど、うん、納豆。あ納豆、他のメンバーの4人は、うん、みんな食べてるんですけど、僕だけだとまだ苦手ですね。もうまた他のものがあったらおすすめしてください。はい、はあ、もう待ってますから。はい、次、ユーチョンが、次僕行きます。ラジオネームハイカラーさんからのメッセージです。はい、東方神起の皆さん、こんばんは。こんばんは。セカンドライブツアーいよいよ始まりますね。はい、私は5月16日の新潟に遊びに行く予定です。
今回のライブはいろんなタイプの曲があって、とっても楽しみにしているんですが、この曲はライブでやるのが難しいとか、この曲はライブでやるとき何気にかなり緊張しているとか、そんな曲はありますか？教えてちょんまげ。教えてちょんまげ。ちょんまげって書いてるんですよ、ね。はい。最後インパクトがあります。大体男性の方が、もう緊張しなきゃいけないんですけど、もう踊りながらもうちゃんと歌詞を覚えて歌うのが難しいなので。難しいですね。はい、もう曲の中ではどんな曲が僕は大勢の方が一番難しいと思います。いい人は僕はですね、ツアーなら最初から最後までもちろん緊張します。でもこの緊張感を楽しめるのが本当にいいと思います。重要ですね。ちなみに僕はですね、僕もダンスの方ですけど、もう前回のツアーの曲だったんですけど、意外にライジングさんが、ライジングさんが難しかったです。踊りももちろん激しいし、ちょっと僕には難しかったんですけど、もう無事に終えました。今回のツアーではもう歌おうかなと思っているんですけど、それはまだ本当に、それはまだ秘密です。秘密です。はい、はい、もうまあまあ頑張りましょう。はい、行きたいと思います。はい、ではここで曲に行きたいと思います。はい、東方神起でアルビデア。東式ビギステーション。ここで僕たち東方神起からのお知らせです。まずセカンドアルバム Five in the Black 発売中です。そして東方神起セカンドライブツアー2007 Five in the Black 5月10日中野サンプラザからスタートです。いや本当に、はい、本当にもうすぐですね。もうすぐです。はい、みんなと一緒にいいライブにしたいと思います。詳しい情報は番組のホームページをチェックしてください。ここから僕たちへのメッセージも送れますからね、www.jfn.co.jp/東方。いや前はですね、ジュースがいる時タイミング、はい、本当にタイミングが遅かったですね。ジュースが、はい、ジュースの方が やはりミュチョンはジュースと違いますね。いやもう一回行きますはい、www.jfn.co.jp 悪いじゃん jp/東方、yeah. 東方のスペルは T-O-H-O T-O-H-O です。シュンジがそれやっていっちゃいました、はい、番組ホームページには収録風景の写真も載せてますので、ぜひ覗いてみてください。東方神起ビッグステーション。今日のお相手は私チャンミンとユノとミシャンです。はい、はい、さて前回募集した東方神起ビッグステーションの番組グッズ来ましたよ。来ました。何が来ましたかみんなからのたくさんのアイデアが届きました。 ありがとうございますありがとうございます。皆さん本当にありがとうございます。早速紹介していきたいと思います。はい、まずじゃあ以上から僕からいきます。はい、ラジオネームお疲れさまんさ。東方神起の皆さんお疲れさまんさ番組グッズ考えてみました。はい、ビッグステーションオリジナル目覚まし時計。目覚まし時計はどうでしょう。目覚まし時計、もちろんメンバーの声入りでお願いします。ハニー起きて、あ、びっくりした明日だよ、あとか、ジュース会いたいなセクシーに言ってるのもいいし、うん、おい時間だぞ起きろとか、ちょっと変な声で言ってるのもいいな。結構上手です。上手ですね。できました。目覚まし時計、まあ、僕も前回言ったんですけど、うん、本
当にこの番組がラジオだから、だから、はい、本当に時間が重要だと思います。時計、はい、時計もいいですよね、はい、でもちょっと高いじゃないかな。そうですね、それもまあまあ、はい、まあ、まあ、はい、ユノが、はい、次僕ですか、はい、紹介してください、はい、ラジオネームユノペのメールです。ユノペ、はい、投資機のみんな、アニョン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 、はい、番組グッズ、うん、いい企画だね。私はオリジナル T シャツとかオリジナルタオルがいいと思います。なぜかというとライブの時に T シャツを着ていたり、うん、もうタオルを持っていけば、うん、あ、この人ラジオ聞いてるんだってわかるじゃないですか、はい、同じリスナーだと思うと、うん、声もかけやすくなると思うんですよね、うん、リスナーの輪を広げるためにも、うん、絶対 T シャツともうタオルにするべし、はい、いい提案だと思いますよ、はい、これ、まあ、もう道を歩いている時、うん、もう T シャツとちょっとかもタオル着ている人は、うん、あ、この人ビギステーションバンだと思いながら、はい、いい提案です。ありがとうございます。いいですね、確かに頭は本当にいいですよね。でもですね、いいです、はい、T シャツとタオルはちょっといいですけど、いいですけど普通じゃないかなと思います。でもいい提案ありがとうございます、はい、ありがとうございます、はい、もう次はチャンミンが紹介していきたいと思います、はいはい、ラジオネームジュンジュンさん、東方神起のみんな、こんばんは、また出た、こんばんは、こんばんは、はい、番組グッズを作るらしいね。私も一つ考えてみました。番組オリジナルのヨガマットはどう？ヨガマット？ヨガ？ヨガしながらヨガ？ちょっと番組をする。ちょっとそのヨガですよね。はい。あ、ヨガグツイスト、はい、ツイストヨガ、ヨガ、はい、うん。キングコブラ。いや私の趣味はヨガなので、あ、この番組を聞きながらビギーステーションオリジナルのヨガマットでヨガをすることができたら最高に幸せです。でもヨガをやっていない人にはヨガマットなんていらないだろうから難しいですよねって、もう難しいですね、送りまして、送りましたね、してくれました。ヨガマット、ヨガマットこれはちょっとプライベート的な提案じゃないかなと思いますけど、ジュンジュンさんの、うん、番組を聞きながら使えるものっていうアイデアはすごくいいと思うんですよね。すごくいいですね。ありがとうございます。ありがとうございます。もうヨガはちょっと厳しい方ですけど厳しいですよ。アイデアは良かったです、はい、なので番組を聞きながら使えるものというテーマで皆さんにもう一度考えてみてほしいと思います。おいいですか。いいです。はい、番組、ここいいです、はい、番組を聞きながら使えるものですよ。どんどんアイデアを送ってください。送ってください。はい、はい、みんなで素敵な番組グッズを考えましょう。考えましょう、はい、ましょう。それでは東方神起ビギーステーション、はい、今日のラストナンバーいきたいと思います。はい、東方神起でハローアゲイン。